寂しがり屋じゃない、そんなんじゃないのに、ご飯もテレビもなんだか味気なく、ほらとっても寂しくなったり、話したくなったり、今すぐみんなと笑い合いたい、当たり前のこと忘れていたよ。扉を開けて君に会いに行こう、君に会えたらきっと時間は動き出して